シャキーン。どうも、ドクター森野です。これはですね、中身は入ってないおもちゃですからね、アルコールを取ってるわけではないので、その点ご注意ください。それではですね、リビオシティ西葛西親水公園、今日はこちらの物件のご紹介をしていきたいと思います。今回ご紹介するのはリビオシティ西葛西親水公園です。物件概要としては、売り主は日鉄興和不動産で、設計と施工は長谷工コーポレーション。価格はですね、3900万円台から7200万円台。価格はですね、今のところ100万円単位での表記となります。比較的ですね、価格のレンジが広い、そうした物件となりましょうか。占有面積は 66.36 平米から 81.59 平米。倉庫数は282個で、他に保育所が一区画入る予定です。規模としては15階建てのマンションで、交通面は東京メトロ東西線の西葛西駅から徒歩11分。11分ですね。1分。でも、やっぱ10分以上の物件ですね。やっぱ11分と10分でやっぱ違うので、惜しかったですね。所在地は東京都江戸川区西葛西8丁目。竣工予定は2021年の2月下旬となります。駐車場は94台ありまして、そのうち新商社用が1台、シェアカー用が2台を含んでいます。自転車置き場、こちら572台ありまして、うち保育所用の8台を含んでおります。バイク置き場は15台です。なおですね、カーシェアをですね、要しているマンション、増えておりますけれども、一方でですね、カーシェアを置いても稼働するのが土日が中心、祝日が中心と。いうことでですね、つどつどそのオーダーでですね、レンタカーをその手配するという動きも最近はあるようです。先日拝見した、マンションはそのような特徴があるようでして、聞いていて、確かにな、なるほどなと思いましたので、そうした物件も今後増えてくるかもしれません。物件の地図につきましては、マンションマニアさんのブログの方をご参照ください。こちらの物件ですね、西葛西駅から徒歩11分、大通りを渡る必要はあるものの、フラットかつ緑道沿いを歩けますから、徒歩10分超にしては苦に感じにくいということであります。すでに供給中のジオ西葛西精神町、バウス西葛西精神町、こちらとは違いですね、精神町アドレスではありませんが、こちらの2件よりも駅に近づきますので、精神町アドレスにこだわらない方からすれば魅力も大きいでしょう。精神町の2物件は精神町アドレスにこだわる方が多いですから、目と鼻の先でありながらも思いのほか競合しないはずです。精神町と比べた際の大きな弱点としては水害に弱いことでしょう。リビオシティも江戸川区内としては激しく浸水する見込みなわけではないのですが、地域の防災拠点となる精神町とは違い、ハザードマップ上では色がついております。江戸川区のほとんどがここにいてはダメですと行政が謳っている中で、水害に守られた、絶対というわけではないですけれども、水害に守られた精神町というのは水害の心配がほとんどないことも売りとなっているのです。水害面を気にしない方であれば、3軒のうち一番駅に近いのに価格はほとんど変わらないリビオシティを選ぶことでしょう。西側に緑道、北側に公園と緑に囲まれておりまして、敷地形状も綺麗ですから、三等構成ながらも窮屈感がありません。外観はバルコニー手すりを、基段部はコンクリート、その上は色味の異なるガラス手すりとしてデザイン性を出していますが、隔て板は低いですし、ものすごく特徴があるかといえば嘘になるでしょう。ただ、倉庫数282個という規模感がありますから、存在感は出るでしょう。車寄せはありませんが、東棟のメインエントランス周りはガーデンプロムナードとして植栽豊かなものとなっており、公園と合わせて周辺どこを歩いても緑を感じていただくことが可能です。それでは予定価格と間取りの一部を共有していきましょう。A 棟西向き A1 タイプ 3LDK 74.34 平米。5階がですね、5600万円台で、坪単価は249万円。A の 2R タイプ 3LDK 72.68 平米。8階がですね、5900万円台で、坪単価は268万円。A の4タイプ 3LDK 69.03 平米。2階から8階がですね、5000万円台から5200万円台。坪単価は239万円から249万円です。
A の6タイプ 3LDK72.57 平米、2階からですね11階が5200万円台から5700万円台、坪単価は236万円から259万円です。続きまして A の 6R タイプ 3LDK72.57 平米、12階がですね6300万円台で坪単価は287万円です。続いて A の 7R タイプ 3LDK74.45 平米、14階が6500万円台で坪単価は288万円です。 A の8タイプ 3LDK72.57 平米、2階から14階がですね5200万円台から5900万円台、坪単価は236万円から268万円です。続きまして A の10タイプ 2LDK プラスサービスルーム 66.36 平米、2階から14階が4800万円台から5400万円台、坪単価は239万円から269万円です。続きまして A の11タイプ 4LDK81.59 平米、こちらはですね2階から14階が6500万円台から6900万円台、坪単価は263万円から279万円です。続きまして B 棟の南向き B3 タイプ 3LDK71.15 平米、1号平米か。3階から12階が5500万円台から6000万円台、坪単価は255万円から278万円です。続いて B の4タイプ 3LDK73.18 平米、3階から12階が5600万円台から6200万円台、坪単価は253万円から280万円。B の 7R タイプ 3LDK76.27 平米、10階が6700万円台で坪単価は290万円。続きまして B の8タイプ 4LDK80.05 平米、6階と9階がそれぞれ6900万円台と7000万円台で坪単価は284万円、289万円です。続きまして C 棟の東向き、こちらはですね次回以降の供給予定となっております。以上振り返りますと平均坪単価は約260万円となります。バウス西葛西精神町とほぼ同じ単価になりそうですね。建築費高騰の時代でありながらも70平米超えの住戸がメインというのは大きく評価すべき点でしょう。リビオナリマスの記事でも取り上げたモアトリエが採用された住戸もございます。共用廊下側の洋室はアウトフレームとできていない、こちらは残念ですね。玄関もそこまで奥まらせていませんから共用廊下のゆとりがなく、エレベーターホールも独立してはいません。共用廊下にゆとりがないのに可動式ルーバー面越しなしというのはこちらも残念ですね。こちらですね、可動式ルーバー面越し、こちらも先日訪問のマンションについておりましたけれども、こちらは中に住んでいる人だけではなくてですね、やはり通る人にとってもやはりこうあるとですね、お互いにこう気を使わずに通路を通ることができますので、まあそうした点でですね、ぜひつけてほしかったなというふうに思います。使用に関してはディスポーザーがついているというのはいいですね。食洗機はオプション、浴室ブラケットライト、トイレは古めかしいタンク式、引き戸、こちらですね、リビング横のスライドウォールを除くと引き戸はですね、下にレールがあるタイプなどですね、時代なりのコストカットは見受けられました。洋室横のスライドウォールは完全に上まであるタイプですから、モアトリエ含めてですね、リビング側のゆとりは確保しております。まだ詳細不明でしたが、キッチンはオレンジページとコラボした使い勝手の良いものとするそうです。キッチン及び洗面台の収納はしっかりとソフトクローズ機能付きでした。ここ日陰問題ですね、日陰問題というか、キッチンのところで、あ、ソフトクローズだなと思ってですね、ちょっとドヤ顔で、洗面台の案内をしたときに、まあ、こちらのドアもちょっと開けてみましょうかと言ってソフトクローズ機能なしでパタンという案内になってしまった案内が過去にございました。余談です。では戻りましょう。リビオナリマスではありませんでしたが、これをつけるつけないの基準って何なんですかね。まあ、ソフトクローズのありなしですね。絶対的につけるべきだと思いますが、つけないことでいくらくらいお安くなるんですかね。もちろん規模のメリット、デメリットっていうのはあると思うんですが、果たしてそこをケチることでですね、多少上げてもですね、満足度は高まるんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、いろんな背景があるんだとは思います。
ワイドスパンではないもののですね、リビングの窓は大きいもの、もしくは一般的サイズで4連の窓としていますから、開口部は豊かです。構造は自家床二重天井、基本天井高は2500ミリとなります。共用施設は東棟の1階にコーヒーサーバー設置のラウンジ、南棟の1階に同じくコーヒーサーバー設置のコモンリビング、こちらはパーティースペースやママズコーナー、キッズスペースなどこちらがついています。共用施設はタイム&スタイルとコラボしておりまして、電気式の暖炉含めて素敵な空間となっております。規模の割には共用施設は少なめですが、管理費は抑えめの平米単価約175円を予定しております。維持費の一例ですが、B の4タイプ、3LDK73.18 平米、管理費は月額12,800円、修繕積立金は月額6,580円となっております。エレベーターは主に東棟向け、9階までですね。南棟と西棟の住戸も9階までならこちらが使えますが、東棟向けが1基、南棟西向け、西棟の向けが2基となっております。それでは周辺相場を確認していきましょう。ゼファー西葛西ピュアコート2000年築西葛西8丁目、新築時の坪単価は約180万円。現在は約120万円。パークホームズ西葛西精神町2014年築精神町2丁目、新築時の坪単価は約215万円で、現在は約225万円。ジオ西葛西精神町2019年築精神町2丁目、新築時の坪単価は約245万円。こちら新築販売中です。バウス西葛西精神町2020年4月竣工予定。精神町2丁目、新築時の坪単価は約260万円で、こちらも新築販売中です。以上の相場からリビオシティ西葛西親水公園の将来価値を予想いたしますと、A の10タイプ 2LDK プラスサービスルーム 66.36 平米、11階が5200万円台のお部屋ですが、築10年時には4230万円と予想いたします。こちらあくまでも今の相場からの予想のため参考としてご承知おきください。それではですね、恒例のスムレーションに入っていきたいと思います。東西線西葛西を8時1分に出発しますと、門前仲町には8時12分到着、茅場町には8時16分、日本橋には8時18分、大手町には8時20分、九段下には8時25分、飯田橋には8時27分、高田馬場には8時35分、中野には8時42分の到着となります。東西線はですね、混雑した路線となりますが、混雑緩和に向けて南砂町、木場、茅場町などで大改良工事を実施しておりますから、入居時もしくは入居して少しすれば今現在よりは大きく緩和される予定です。徒歩3分の第7葛西小学校前停留場からバスに乗れば西葛西臨海公園駅へ約13分、西葛西駅へは約2分でアクセスできますから、雨の日などに重宝することでしょう。首都高の精神町出入口西葛西、失礼しました、葛西出入口も近いですから車移動も便利です。敷地内駐車場は94区画中29区画が平置き、残りが機械式となります。設置率は約 33%。カーシェア、こちらはカレコになりますが、こちらを2台導入いたします。カーシェアスペースをですね、マンション駐車場内に設けていることもありまして、駐車場の出入り口にシャッターゲートなどはありません。利用料金は月額14000円から18000円となります。通学校は新田小学校というんでしょうか。こちらで徒歩8分。葛西第三中学校で徒歩11分です。小学校までは大通りを渡る必要もありませんから、恵まれた動線になります。それでは総評です。こちらのマンションはトータルバランスがいいですね。大手町駅まで最速14分の西葛西駅から徒歩11分。歩いただけの価値がある自然環境で快適に暮らせる70平米超がですね、坪単価約260万円。駅地下ではないものの大規模マンションとなりますから、リセールもしやすく、万が一手放すことになった際もどうにかなりやすいですね。モアトリエなど新築ならではの楽しみもしっかりとございます。おすすめしやすいのは西棟の低層階。低層階の方がですね、緑道の緑を楽しめますし、緑道から先の団地が気になりにくいと。その割に単価が抑えめと。次に南棟の中層階以上。
南面のみ接続しておらず、低層階は目の前の建物と被りやすい。中層階以上になれば抜け感が出て、葛西臨海公園およびうっすらと海の眺望が楽しめるということで、以上の2つがおすすめとなります。おそらく検討者様としてもマンションマニアさんと同じ考えを持つ方は多いでしょうから、このようなところから売れていくのではないでしょうか。それでは今回ご紹介のリビオシティ西葛西親水公園、いかがでしたでしょうか。バランスと、全てがいいというのはなかなか時代的に難しいですし、時代の問題ではなく、やっぱりすべからく全部が満足のいくものというのはなかなかない、バランスですよね。で、そのどこを重視するかというのは人それぞれであっていいと思います。ただし、全て条件を満たさないからといって、これは違うなというのもまた違うのではないかなと。全体的なバランスというのも考慮いただきながら、物件選びというのをしていただくとよろしいかと思います。いろいろね、物件をたくさん見るとですね、これでもない、あれでもない、もっといいものがあるんじゃないかって思うと思うんですけれども、もちろん時間がかけただけでですね、時間をかけていただくといいものが出る可能性は高まるんでしょうけれども、なかなか住まうことが伸びてしまうという、デメリットもありますから、やはり期間を決めてですね、その中でベストなものを選択されるというのも、それまたよろしいのではないでしょうか。それではまたお会いいたしましょう。メロンパン、メロンパン、ウルトラマン。あと1時間ぐらいで帰宅しないとですね、帰りの電車も危うくなるんじゃないかな。ということで、皆さんも明日の台風を気をつけください。それでは、さようなら。